すまん、申し訳ない、本当にお前を言ってらん売ってやれんで。お前はええ車や、ええ車やのにスライドドアに全部持ってかれてる。お前はでも最近あれらしいな、 Nボックス の欠陥ダイスお前抜いたらしいな。でもなんかようよう調べるとお前ワゴン R シリーズで欠陥ダイス抜いたって聞いたけど、それワゴン R スマイルも入っとるやろ。まあ、それじゃお前自分情けないぞ。お前こんなにもええ車やのに、お前大丈夫、安心しろ、今から俺が紹介してるから待っとけ。そんなこんなでですよ、ガッキーさん。はい。このワゴン R スティングレイ、最近こいつ元気ないんで。確かに販売台数の元気ないですね。もう台数が落ち込みすぎとって、こいつからもあんまり喋りかけてこないんですよ最近。あ、そうなんですね。はい。売れたいって言ってる。だからちょっとこいつ元気ないんで、もうやる気元気かんだが、ちょっと一発かましろうかなと思ってる。この車今日ぜひ紹介させてください。では行きましょう。やる気元気。はい、ちょっと紹介させてもらいます。お願いします。これ見てください、顔。顔かっこいいね。めっちゃかっこいいでしょ。うん。これヘッドライトは LED つけますね。これホグモかな。はい。あ、かっこいいんじゃないですか。かっこいいでしょ。もうなんかヨーヨー見たらイノシシよ。イノシシどの辺からですか。もうこの辺、色もなんかちょっとそれっぽく見えてきたな。もうイノシシやん、お前。牙っぽいしホグ。そうなんですよ、僕イノシシ個人的に好きで。あ、そうなんですか。はい。イノシシやん。大丈夫ですか、売れますか。大丈夫ですか。かっこいいな。フロントマスクはまあまあ特徴的にはまあ LED フォグと、サイドいきましょう。サイドはこれ15インチのアルミですね。 Nボックス の15インチのアルミやったら新車で言ったら250万相当するんで。あ、15インチのアルミが入ってるグレードとかを買うとってこと。あ、そうです。あ、そういうことですね。そういうこと。このぐらいこうドレスアップされてる。そうです。今回のグレードは何でしたっけ。あ、スペック売ってないですね。売ってないですよ。平成31年の距離が14,000キロで、まあ、車検も令和6年の2月ぐらいまであって、これグレードがワゴン R スティングレイ X リミテッド25周年記念車なんですよ。記念モデルなんですね。はい。だから僕の2個下なんですよ。2個下。はい、僕27です。あ、だからそんな仲良かったんですか。2個下です。中学かぶってる感じです。で、後ろ行きましょう。じゃあ後ろ行きましょう。これもなんかエロいですね。クリアテールというか、軽音であんまりクリアテールってないんじゃない。赤ばっかりじゃない。そんなことないか。中もまあまあまあって感じですね。そうですね、まあ、このぐらいですよね。そうですね、はい、まあでも捉え方によっては20畳ぐらいあるのかな。人によってはもうキャンプもできるし寝泊まりもできるし。適当なこと言ってませんか。ええ車で。それで行くんですね。乗ってみます。乗ってみましょうか。こいつ一番欲しがりなんですよね。乗ってくれ乗ってくれって言ってさっきからずっと。聞こえます。聞こえますよ。乗るぞ。悲しんどるっすね。やっぱ癖強いな。あー、ええ車っすね。エンジンかけました。はい。 Nボックス よりもなんで売れないんですか、スティングレイ。これね、結構いろんな理由があるんですよ、はい、多分数えたらもう75個ぐらいあるんですけど。いや、めっちゃあるな。でも売らしてあるって言ったんで、なんか魅力伝えてくださいよ。そうなんですよ。これね、ワゴン R スティングレイは特に Nボックス と違って、はい、中がめちゃくちゃ広いかって言ったら全くそうでもなくて、だからといってめちゃめちゃ狭くもないんです。大人4人ちゃんと乗れる広さっていうのは確保してて、うんうん、はい、まあ後ろ見てもらったら分かるんですけど、これパッと見広いでしょ。パッと見広いですよ。パッと見広いでしょ。問題ないですよね。これ大人乗りますね。はい、大人乗ってください。広いでしょ。まあ、うん、問題なさそうですよ。リクライニングもできるし、もう家やん、これ家。見たことありますよ。で、これワゴン R の特徴で、はい、これ見てください。はい。アンブレラ。アンブレラ。収納ボックスがあるんですよ、アンブレラ。傘立てがあるということですね。はい、すごくないですか。まあ、これは確かワゴン R だけですけどね。はい、これはだから Nボックス と比べると、スライドドアじゃなくて背がちょっと低いですか。低いです。でも価格安いんですよね。安いですね。これ燃費めちゃくちゃ良くて。あ、そうなんですか。はい。 Nボックス より倍あるですね。うんうん。カタログで33。33めちゃめちゃ走るですね。めっちゃ走るんですよ。しかも実際内装とかも結構かっこいいですからね。かっこいいですよ。このヘッドアップディスプレイもね。それ一回出し入れしてみていいですか。あ、どうぞどうぞ。このボタンで、はい、ここのボタンで、うわ、ぬるっと下がる。
しい優しい。もう一回出してください。こんにちは、どうも、ヘッドアップディスプレイですっていう感じで出てきてるんですよね今。そうですね、はい。で結構装備品が良くて、そうはいはい、そうありましたか、ついに。ありました。あのこれ見てください、ここ、はい、これいっぱいボタンあるんですけど。ありますね。まとめて言うと、はい、レーダーブレーキサポートがついてる。安全装備ついてる。安全装備ついてる。しかもプッシュスタートだし。そうです。ちょっとつ猛進っつってイノシシは。でもちゃんとブレーキかかるんですよ。まあ、あとはオートライトだったりとか、あと冬場、はい、になると、うんうん、これシートヒーターがついてる。シートヒーターもついてる。お尻ヒーターですね。お尻ヒーター。あったかあったかって感じですね。結構いいじゃないですか。じゃあスライドドアついてないぐらいじゃないですか。スライドドアって入れます？今人によってはいるんじゃないですか。ですよね。でもすいません、僕の嫁さん N ボックスなんですよ。僕の嫁さんも N ボックスなんですよ。あれ？人によっちゃいる。でも人によっちゃいらん。まあスライドドアないっていい人は、はいはいはい、N ボックスよりも安いし。そうですね。 N ボックスカスタムとかよりも全然安いしね。そうですね、うん、だからスライドドアまで求めて200万相当するんだったら、別にそこまでいらないよっていうんだったら、ちょうどいいサイズ感で、うん、ちょうどいい手頃な価格帯で売ってあるんで、特にスライドいらないよっていう方にはめちゃめちゃおすすめですけどね。まあそうですね、まあそういう車ですよね。はい、オールマイティス。オールマイティだね。あとイノシシ、まだ価格言ってなかったですね。価格言ってない、教えてください。価格よっか、車両本体価格で119万6000円。お、それはどうなんですか。これね、カーセンサーで、はい、あのグレードで、まあ、スティングレーで絞ってもらったら25周年記念で最安になります。あ、そうなんですね。さすがじゃないですか、神田さん。はい、神田さん知れたんですか。いえ神田さんではない。ではないです。あ、違うんですね。はい、皆さんのお力を借りて。なんか伝えそびれたことありませんか。売れたいって売れたいって言ってる。もうご本人さんからそう言ってるんで、ぜひぜひお問い合わせお待ちしております。詳細は概要欄に貼っておきますんで、はい、神田さん、じゃあ今回はスティングレーをね、はい、紹介してくれたということで、はい、最後にどうぞ。最後にやる気元気神田です。